こいつをね、お豆腐にかけるとね、まあこれはうまいんだわ。合うんだわ、これは。はい、どうも、十時のおじさん、ジョージです。ということでですね、今回はですね、いい感じになってきましたので、おつまみ、ね、まだ暑い時期にぴったりな、あれね、なんだっけ、低糖質なやつですよ。木村さんを作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料を切っていきたいと思います。今回作るのは木村さんです。木村さん豆腐、超簡単で超うまいおつまみなので、皆さんぜひ覚えていただきたい。まずベーコンですね、細切りにしたいので、まあ、これぐらいな感じでカットしていって、で、こう細切りにしていきますよ。はい、細切りね。これベーコンのうまみ肝ですからね。おにんにくを、こうやって皮むいたらパンパン叩いて、この芯を抜くんですね。これね、芯焦げやすいですから。そしてニンニクで、うめえ、これ、こうみじん切り、粗みじんですね。はい、やっていきます。はい、こいつら合わせれば美味しくないわけがない。うまさの足し算、勝利の法則でございます。皆さん、小さいフライパン用意してください。ここに、ごまアラブを大さじ半分、だから小さじ1、これ小さじ1と半分、これぐらい。ベーコンとニンニク、もうね、同時な感じでいいです。入れていきます。これでね、香りつけていくんですね。こんな感じでね、ベーコンからもね、いい油が出ますんでね。パチパチいってきたら、中火から弱火の間ぐらい、パチ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 やってって、ゴク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 飲んでいきます。あ、このね、ごま油とニンニク、ベーコンのこう香る香り、これでね、もう開いちゃうな、これな。で、炒めていきます。で、炒めていくんですけども、ちょっとね、焦げ目がついたなと思った時にキムチ、これね、汁ごと入れちゃってください。で、全体炒めていきます。キムチっていうのはね、炒めることによって酸味が飛んで、うまさが凝縮します。こいつをね、お豆腐にかけるとね、まあ、これはうまいんだわ。焼肉のタレなかったらね、もうちょっと少なめ、小さじ1弱のめんつゆとかでも美味しいです。で、これ小さじ1です。ちょっとね、甘みとコクつけたいんで、キムチは白菜の形が大きいキムチであれば、ちょっと刻んであげた方が豆腐と絡みやすいかなっていうふうに思います。はい、はい、もう OK。 そうしましたらですね、パックの絹豆腐、これに 150g ここにあげます。いい感じ、あきましたね、これね。あ、その木村豆腐っていうのはね、キムチとラー油のことなんですよ。こんもり、天盛りにしていきます。合うんだわ、これは。思ってる2倍のラー油かけ、はい、ということで、じゃあ悪魔の木村豆腐完成です。はい、ではできたんですけども、そう、ビール飲みすぎてなくなってしまったので作ります。青でいきましょう。ありがとうございます。いい夜になりそうだぜ。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。あ、めっちゃくちゃうまいね。相当前にやったレシピなんですよ。だから美味しさ忘れてた。バカみてえにうまい。ラー油の辛みとやっぱキムチの辛み合いますね。酒飲み特化型ですね。今出来たて食べたんで、あったかいキムチと冷たい豆腐のコントラストがマジで気持ちいいですね。キムチだけでは出せないこのベーコンのうまみ、ごま油とラー油はなんでこんなうまいんじゃ。味濃いからね、これお酒飲まない方はご飯食えますよ。これ居酒屋に置いてほしい。これ千葉ちゃんとかに置いてほしいな。これ本当にお酒進みますし、なのでですね、ぜひ皆さん試してみてください。
完璧なものができましたよ皆さん。おつまみ2はね、あの大前提ですね、酔っ払っててもできるっていうのは大前提ですからね、これね、なぜならみんなね飲みながらね、多分ねあのこのチャンネルを見てる皆さんみんな飲みながらやると思うんでね、はい、